シャンソンマガジン YouTube チャンネルへようこそ。シャンソンマガジンの YouTube チャンネル、今回は宇藤火山さん、そして朝倉のにさん、アミカルドシャンソンからお二人に今回来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、8月に出る秋号特集がね、大御所というかレジェンド、シャルル・トレネ。このシャルル・トレネについて語っていこうということなんで、大変な大御所というかね、20世紀を代表するアーティストということでね、火山さん、トレネといえば、トレネというのはやっぱり大変な才能のある人だと思うんですよね。で、あっという間に曲を作ってしまうということで、いくつかの、エピソードがありますけれども、おそらくそのトレネっていう人は、なんか一瞬にしてこう、絵のように、この曲と詩ができてしまう人だと思うんですよね。で、モーツァルトがやはりその絵を見るように曲ができてしまって、あとはただそれを写すだけだっていう、そういうような天才だったと思うんですけど、やっぱりトレネもそれに近い、天才じゃないかなと思います。で、僕のトレネの印象というのは、なんかちょっとこう、お茶目な人だったんじゃないかっていう気がするんですよね。だからその幽霊だとか、それも結局、本当の幽霊を歌ってるわけではないわけですよね。そういう何かオチがあるみたいな、そういうような、こう、ユーモアというか、お茶目というか、そういうのをかなり楽しんだ人じゃないかなと思うんですよね。曲がね、いろいろともかく残した楽曲が多いですからね。そうですよね。幅が広いというかね。で、やはりその生まれがやっぱり南仏ですから、やっぱり北の人とはやっぱりだいぶフランス人でも性格が違うんですよ。地中海側ということですか。そうですね。だからパリの人なんかにとっては、南仏の人はもうデタラメばっかり言ってるみたいなことを言いますし、なるほど。で、僕も短期間であるなんですけど、ノルマンディに住んだり、ブルゴーニュに住んだり、もちろんパリにも住みましたけれども、やはりその、だいぶやっぱり違うなと思いますね。日本で言えば津軽と鹿児島とか、そうですよね。もう、やっぱり南は、なんかこう、ほとんど遊んでてもなんか食べられるみたいな果物とかね、そういうものも豊富ですから、どうしてもこう人生を楽しむみたいな、そういうところは多いと思いますね。なんかジャック・ブレルとかの作風とやっぱりトレネって言ったら、やっぱラメールなんかのあの爽やかな感じとかね、そうですね、ブレルのあのちょっとね、重たい感じとはちょっと違う、もうだいぶそれはだいぶ違うと思いますね。はい、ということでね、火山さんにいろいろ語っていただきました。で、実はね、今回のにさんがここでどうしてもね、紹介しておきたい本があるということで、大野周平さんが書かれた、哀愁と喜びのシャンソンの名曲20選という本がありまして、ここからね、今回トレネにまつわる文章があるということで、のにさんの素敵な朗読を、周平さんの文章をね、語っていただこうと思います。はい、はい、トレネについて私が表現したいことがいろいろあるんですけれども、うまく表現できなくていて、そしたら大野周平さんがもう本当に見事にうまく表現されているので、それを読ませていただきたいと思います。タイトルはトレネの歌の明るさと微妙な陰影、ラメールについて書かれている文章ですね。シャルル・トレネのシャンソンは聴く者の心をはるばるとさせる。どの作品も生きる喜びと幸せに満ちているからだ。遠い子供の頃の思い出さえ、つい昨日のことのように思い起こさせてくれる。誰もが気楽に口ずさむことのできるメロディーに乗せて、色褪せることのない青春の日々の夢や希望を歌い続けてきたトレネ。トレネのシャンソンには明るいものが多いのは事実だ。しかし、時にその裏に孤独の寂しさといった側面が隠されていることもある。それがまた彼のシャンソンに微妙な陰影を与えてもいる。美しいメロディーの奥に孤独な魂のため息が、すすり泣きが聞こえないだろうか。いやー、さすが周平さんのね、こう、なんていうんでしょうかね、今の朗読を聞いてるとね、情景がこうすごく思い浮かんでくる。またそのトレネのね、この偉大なこう奇跡というかね、
そういうのがよくわかりますね。そうですね、大物ですけど、うん、何か、うん、あの親しみを感じる人ですね。ねえ、なんかね、その明るさとって、うん、さっきね、そのナルボンドの話が火山さんからも出ましたけど、やっぱそういうところで、その今回ね、シャンソンマガジンの特集では火山さんとノニーさんの共同作成ということで、本の方でね、綺麗なレイアウトのラメールについて記事が出ますが、あれは何かこうあれですか、きっかけというか。あ、はい、あの実は私が、はい、あのラメールの曲の歌詞についてね、うん、あのちょっといろいろ調べましてね、うん、でそしたらあのし、シャンソン研究会っていう、うん、あの、はい、研究会、あの吉田先生が主催されてるんですけど、はい、吉田先生っていうのは東京シャンソンコンクールの信州の松本の方から、あ、はい、信州大学ですか、信州大学の方の先生ですけども、ね、あの吉田審査員もお願いしてます。吉田正明先生、吉田正明先生、ね、はい、はい、であのそちら の研究会であの発表してくれないかと言われましてね、うん、あの論文としてまとめたんですけども、うん、でもちょっと硬い表現な論文ですが、まあ、硬いんですけどね、あのそれをあの私よりも硬くない、うん、あの火山が、うん、あのもっと読みやすい形にまとめ直してくれまして、うん、そしてあの画像もいろいろ加えて直してくれてもんですから、うんうん、それであの出せるようになりました。そうですね、あの私火山さんからね、こんなのでどうって来たのを見させていただくと、うん、やっぱりその文章がバーッとあるよりはね、こうなる、ね、なんかこう綺麗なね、このラメールをこういう場所で作ったのかななんていう風景とかね、フランスのこう地図が書いてあったり、うん、まあ、あれはやっぱり火山さんの工夫ですか、ですね、あれは、まあ、やっぱりあのその曲ができた、うんうん、その情景っていうのがね、うんうん、それが分かるっていうのは例が少ないと思うんですよ、うんうんうん、大体は作曲家は、うん、あのカフェで作曲する人もいるだろうし、うんうん、自宅で作曲する人もいるだろうけど、うんうん、たまたまこの曲に関してはその、うん、それを目撃した人がいるわけですよね。ですからその目撃によって、うん、それが大体20分で書いてしまったということなんですけれども、うんうん、それがあるからこの曲のいきさつが分かったわけですよね。なるほどね。まあやっぱり曲の成り立ちみたいなものをね、うん、調べていくと、うんうんうん、やっぱりその当時、まあ、一番最初はね、この、まあ、列車の中で、うん、トレーネが口ずさんで、うんうん、まあ、その同乗をしていたピアニストが、うん、と一緒に、まあ、曲を作っていったわけなんですけれども、うんうんうん、そのじゃあ列車がどういう列車だったのかなってやっぱり思ってしまうんですよね。で、まあ最初は本当は、まあ1943年ですから、まあまだ僕が生まれる前ですからね。その頃の要するにローカル線なわけですよ。で、ローカル線だったらきっと単線で、その蒸気機関車が走ってたんじゃないか。で、蒸気機関車だったら速度もゆっくりでしょうし、で、まあ、のんびりした風景の中でトレーナーが作ったんじゃないかと思って、うん、いろいろ調べていったら、うん、意外にもう伏線化されて、うん、電化されていたわけですよね。で、そこはちょっと70年代、80年代でもフランスは地方はディーゼル車だったんで、うん、あ、意外にちょっとその鉄道のね、こう電化が早かったのでちょっと驚きましたね。で、まあ、そのフランス語の文章を読んでみると、うん、電化がピレネー山脈のあたりはとても早かったそうなんです、うんうん、それはなぜかというと、やっぱり標高1000メートルぐらいのところを蒸気機関車が走ると、うんうんうん、やっぱりまあ酸素も薄いわけですよね。で、もちろん勾配もあるし、はい、だからその連結してたわけですよ。日本でもやっぱり峠越えはやっぱり20連結30連結っていうのをやってたわけですから、はい、だからそういう意味もあってそこら辺の地域が早かったというようなことも言えるみたいですね。でもそういうふうに調べていくとね、なんかこう今からもう四半世紀というか、要するに第二次世界大戦の最中に生まれたこのラメールという曲が、まあ、
改めてね、こういう検証の結果きっとこうなんじゃないかと、ね、そういうのをなんかこう調べ始めると結構面白くなんか歴史ヒストリアみたいな、ね、そうですね。でまあやっぱりそのインターネットのおかげですよね、うんうん、そういうことを検索できる。だからフランスの鉄道史みたいなのもかなり細かく調べられるっていうのは、まあ、そういう時代っていうのはなかなか面白いなと思いますよね。まあ逆に言うとそのシャルル・トレネが生きてた時代っていうのはその1913年から2001年ということだから、まあ本当に第一次世界大戦が始まる前から生まれて第二次世界大戦を超えて、そしてもう20世紀最後までずっと生き続けたってことですもんね。まあですからそういう時代背景っていうか、まあ、激動の時代、ね、ものすごい変化が起きた時代に、あの、生きたということだと思いますよね。だから彼の人生もやっぱり、まあ、両親の離婚だとか、いろいろ波乱があったわけで、で、その中を、まあ、もう、突っ走って歌ってきたんじゃないかなっていう、うん、そういう感じがします ね, ね。なんかそういう、ね、いろんな、ね、たくさんの名曲をね、今回、まあ、のほんの一部をね、こうシャンソンマガジンで紹介することができて、で、まあ、記事でもね、そうやってやっていただけたんでね、もう本当にあの感謝しかないなと思っております。そうですよね、何しろ900曲以上作曲したわけですから その中のほんの一部ですね、まあ、今回はね。それがまあ全部ヒットするわけはないとは思うんですけれども、ね、はい、まあ、本当に歴史残り、うん、もう後世もこれからも何百年って、うん、もしかしたら歌われ続けるかもしれない曲が、うん、はい、トレーニングにはたくさんあると思うんですよね。はい、いやということでね、火山さんとノニーさん、今日はね、いろいろトレーニングについていろいろ語ろうコーナーということでね、とっても楽しいお話がね、ありがとうございます。そしてね、最後にちょっとこうお知らせをちょっと入れさせてもらいます。まずは、今回本誌でね、紹介する二宮真知子さんの釣りができます、そして佐竹理香さんの四季シャンソン、中山節子さんのバラ色の人生、そして恵美小坂井さんのピアノに抱かれて、この CD4 枚をまあ紹介しております。次に、もうね、ちょうどこの YouTube が出る頃、7月13、14オーチャードホールで行われるパリサイ 2days、 こちらも、次号でね、しっかりレポートします。そして、日本訳詞家協会の、会長に就任された加藤時子さん、先日ね、深井由香さんと、インタビューしに行ってきました。この記事も次号で取り上げます。パリサイが13、14で、その週の日曜日18日に加藤時子さんもやはりオーチャードホールでソロコンサートをやるとのことです。そして最後、こちらはシャンソンマガジンとラマンダータイアップ企画、内幸い町ホールアワード、こちらが8月19日に開催。そして二次募集の締め切りが7月の17日、ということで、まだ募集は、できますので、ぜひぜひ振るって参加ください。優勝賞金10万円、そして優勝者最優秀歌唱者には翌日に行われる8月20日の銀パリアワー第10回シャンソネットスペシャルにも出演ができますということでね、まあ、7月17日までにまだね、じゃあチャレンジしてみようかなという方はぜひぜひ応募ください。次号2021年冬号ボリューム62、11月中旬発売予定のシャンソンマガジンでまたお会いしましょう。最後にこの番組評価をいいね、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあせーの、アビアントこうやって手を振ってアビアント。